はい、ホンダ GB250 クラブマンの紹介ですね。はい、今日はですね、何日だ、日付ない、8月の、13、14ですね、お盆真っ只中、非常に暑い日々が続いてます。今日もですね、武蔵村山、36度まで、達しておりますけども、皆さん大丈夫ですか、元気ですか、夏バテしてないですか。この暑いのにですね、こちらの方はですね、怪我をお召しになっていらっしゃるという、あの非常に驚愕の事実があるわけなんですけども、今回のクラウマはですね、6型になります。1号で始まる車体番号なので6番目ですね。6型になるとどうなるかというと、フェンダーがこうメッキになったり、こういうカラーパターンになったりとかですね、おおむね外見上の変化ではあるんですけれども、今出てくる中では割と最終に近い、最終この後に 1個あったのかななんですけど、それは見たことないです。6型がですね、うちで入れられる中では一番新しい車種というか、クラブマンの中で一番新しいものになります。はい、で、クラブマンといえばですね、毎回同じ説明になって申し訳ないんですけども、この RFVC というですね、ラジアル4バルブコンバスションチャンバーという、バルブ機構を備えております。これが何かというと、シングルでありながらバルブが放射状に4つついてるんですね。で、放射状に4つついてるということは、やはりツインカム、ツインカムといっても疑似ツインカムというものだと言われております。大丈夫か、危ないですね。なんか今スクーターのバイクがバスの脇を無理やり抜こうとしてプープー鳴らされてましたけども、そういったことは皆さん危険なのでやめましょう。はい、で、ラジアル4バルブコンバッションチャンバーというのを備えておりまして、何がいいかというとですね、シングルのくせに非常に高回転なエンジンになってます。で、高回転なエンジンがどこまでの馬力を発揮するかというとですね、シングルでありながら、250でありながら30馬力という馬力を発揮します。はい、これがクラウマンのですね、最も特徴とすべきところなんですけども、ゆえにですね、いろんな噂があります。持病という噂があるんですけども、持病というのはないです。はい、ただホンダのバイクだからといって、メンテ不意だと思われてですね、あまりこうオイル交換をされなかったりだとか、そういうことがあると壊れてしまうというようなことはあるようです。で、大体何が、弱くて弱いじゃないです、どこが原因で、例えば巷で噂されているカムかじりとかですね、そういうのが起きるかというと、これです、これ、このライン、このライン何かというと、オイルのラインですね。はい、ここが詰まってダメになるパターンがあるようですけれども、大体、社長も気になさってますね、大体大丈夫という感じなんですけども、更年期になると対策されているらしいですね。あとは社外品の対策品も出ているようなんですけども、ここまで綺麗だったら別に中詰まっているとはおそらくないと思います。おそらくっていうか、まずほとんど詰まっているってことはないんですけども、オイル交換をきちんとしてやれば何かこうトラブルっていうことはほとんどないです。で、キャブとかはですね、乗らなかったら結構詰まるんですけど、オイルラインが詰まるってことはほぼ稀です。なのでここがですね、ダメになってとか、機械的に潰れてとか、そういう原因でしょうね。でそれがダメになって、潤滑がなされないケース、もしくはそもそもオイル交換をあまりしてないという理由で、カムの方にダメージがいくっていうのは、クラウマンだけではなくどのバイクでも起こります。はい、どんなバイクでもカムを使っているものであれば、オイルそのものをですね、きちんと変えなかった場合、同じようなトラブルを起こすことが多いです。はい、社長もご心配なさってますけども、はい、で、そうですね、この、クラウマンですねに、の特徴というか、皆さん最初からお気づきだと思うんですが、非常に走行距離が短いです。4058キロで、これはですね、実走行の距離だと思われます。車検のないオートバイなので、走行距離記録はないんですけども、各所ですねが非常に4000キロそのもののコンディションを持ってます。例えばタイヤですね、ちょっとね、これ日付の読み方わかんないんだよな。でもこれ純正タイヤです。で、まさしく4000キロ走ってほっといた感じのですね、症状ですね。で、あとは、このディスク、ちょっとディスク寄って取ってもらえますか。こっちからでいいですよ。はい、ブレーキディスクですね。ブレーキディスクがですね、
これメーター巻いてあったりとかするとですね、もうここのヘリが分かるんです。でこのヘリそのものが4000キロのヘリですね。だいたい1万キロか2万キロぐらいまでは あんまりこう目立ってですね、こう減ったり摩耗したりというのがあまりないんです。で3、4となってくるとですね、当たってないところの面、ここですね、ここに段がつくようになってきます。ここです。でここ今段はないです。色は違いますけど、当たってないから当たってないところだけ錆びてきているというだけですね。はい社長が下に入ってきました。はいはい、まあご覧いただいてお分かりの通り、段付きはもう全くないですね。触っても特にここに段はないですね。はい、まあ、こういったところで、走行距離を我々は見ます。メーターを変えてもディスクローターまでも、距離の少ないものに変えたりだとか、タイヤを当時物のタイヤに変えたりだとかっていう業者は非常に稀です。それをやって儲かるのはごく一部のプレミアムがついているヴィンテージバイクだけですね。はい、なので、この距離は実装かなと思っております。ただ、これが販売された 年式から、この距離で乗ってないということは保管されていた期間が長いわけですね。で、乗らないでいるとやっぱバイクはどうなるかというと錆が出ます。はい、で、この個体もですね、ご多分に漏れずやはり錆が出てしまっている箇所がございます。スポークのところ、ここのところちょこっとだけ茶色くなってますね。でそれからリアショックのこの辺、インナーチューブは、まあ、ちょこっと点錆あるんですけど、オイル漏れとかないんですけども、アウターのところが少し錆びてますね。反対側も同じような症状です。それから、スプロケットにヘリはないんですけども、やっぱり純正の鉄製のスプロケットなので、そこの摩耗じゃない、錆は出てます。まあ、使えることは使えるんですけども、あとはチェーンの当たり面ですね、にすみません、ちょっと目に汗が入ってごめんなさい、がそうチェーンの当たり面が多少錆があります。ただ使えないほどではないです。ただクラウマンのですねチェーンスプロケットっていうのはそこまで高い設定ではないんで、それは交換、しばらく乗ってから交換という形でも全然耐えられるコンディションだと思います。はい、まあ、チェーンだけ変えるっていうのもありです。でチェーンそのものっていうのがうちで入れてるチェーンですと工賃込みで1万円、ちょうど1万円でですね、交換は可能です。はい、ごめんなさいね、最近やってるみたいにですね、何でもかんでもこうインな価格にしようというのも企画もあるんですけども、こちらの場合はですねちょっと入れ値があまりに高いので今でもギリギリなんです。ただ、走行可能なコンディションではもちろんありますので、例えばその消耗品部品で、どうしてもこれは変えたいというものは相談をしてください。はい、よろしくお願いします。ちょっとじゃあエンジンかけましょうか。ガラスパネルすごく綺麗なんですよね。エンジンかけますよ。どうでしょう。非常にメカのノイズが少なくてですね、アイドリングとても安定していると思います。てかライトのレンズがすごい綺麗だな。結構白くなったりするんです。あと1点僕が気になっている箇所はタンクの中ですね。ごめんなさい、本当にこれ申し訳ないんですけども、タンクの中に錆が出ちゃってます。はい、ただこれはうちの方でしっかり錆取り剤で錆を取った後に中を念のために内部コーティングを施します。はい、大体それやれば大丈夫なんですけども、もちろんそれは費用の中に入ってます。タンクうち在庫品があるので変えてしまおうかと思ったんですよ。でも変えるとですね、せっかくこれ外がめちゃくちゃ綺麗なんですね。ピカピカです。でこのカラーパターン結構あんまないんで、タンクそのものを変えちゃうとそのパターンがなくなってしまうというのがあるので、内部は錆取りとコーティングで、対策をしようと考えてます。はい、まあいないと思うんですけどね、パターン変わってもいいというのであればタンク変えちゃいますけれども、でも正直こういうパッドとかですね、すごく綺麗な状態だし、ラインも綺麗だし、へこみもほとんどないので、へこみ全くないですね。ここにちょこっとだけピッていう傷があるだけの綺麗な状態なので、これはこのまま使うことを
僕はおすすめしたいなと思います。はい、ハロー危ないよ。うん、あ、よくわかるね。よし、これ反対側です。よっ、はい、まあこんなコンディションですね。で、タイヤちゃんと残ってるんですけども、やっぱこれ当時物なので、まあしばらく乗ったら変えてやってください。で、さっき言ったそのチェーンの部分で、チェーンスプロケンの部分ですね、スプロケットにほぼ摩耗はないです。ごめん、ハロ、ちょっとだけあっち行っててくれる？ちょっとあっち行っててくれるかな？嫌なの。うん、ごめんね。で、ここでね、やべえ、ハロ言葉出しちゃった。ここの、スプロケット、刃自体のままはほとんどないですね。だから、これはこのまま使えるはずなんです。だから、変えたいのはチェーンだけ。チェーンだけです。はい。チェーンだけ変えてやれば、まあ、ハロチェーンだけ変えてればですね、馴染んで普通に走れるんじゃないかなと思います。まあこれ以上ちょっと減ったチェーン、本当はチェーンとスプロケット一緒に変えるべきなんですけども、あまりスプロケットが摩耗をしてないのでチェーンだけでも全然いけるはずなんです。なのでこれはちょっとおすすめしようかなと思います。工賃込みで、チェーンの交換は1万円でやります。はい、あとは特にないかな。はい、で、うちのですね、車体価格、支払い総額に、すみません、ちょっと暑くてフラッときましたが、うちの出してるですね、支払い総額に含まれているものの説明をいたします。グーバイクの方でですね、車体価格と支払い総額分かれております。で、あれはまあああいう風に書かなきゃいけないんですけども、うちとしては本当は支払い総額のみの中にですね、全部含めたいんです。あの中にまず自賠責保険2年、それからナンバー登録手数料、それからテスト走行とその後の調整整備がまず基本的に含まれています。はい、だから住民票送ってください。で、その他の整備なんですけども、うちでやるものとしては、まず、ブレーキ前後ですね、それからオイル交換、それから他の有種類、ブレーキフルード交換がまず入ります。で、それから保安装備はこういうライトとかですね、透過類、保安装備の、点検整備、切れてたり、不良だったら交換しています。と、それからさっき言ってたですね、タンクの中の錆取りと、再コーティングですね。これ結構すごいですよ、これ含んでるって。タンク錆取りと再コーティングって薬品だけで1万4000円ぐらいしますからね。で、それから、まあ、こんな話どうでもいいですけど、それからキャブレターのオーバーホール、これはですね、分解して洗ってまた組み付けるだけじゃないです。ちゃんとしたオーバーホールです。ゴムのですね、消耗部品に関しては、ちゃんと交換をして、再組み付けということをやってます。それからもちろんプラグ交換ですね。で、それからバッテリーを新品にいたします。はい。で、あとはまあ各部注油、先ほど申し上げましたね。それからテスト走行した時に何かその問題があれば、そこで、うちの方でやらせていただきたいなと思います。で、ごめんなさい、本当ね、チェーンだけはですね、ごめんなさい、ちょっと予算オーバーになっちゃってるんで、チェーンだけですね、もしご希望の方がいらっしゃれば、別途させてください。このままでも一応走ることは走れます。ただまあ、長く乗りたいなというのであれば、チェーンはですね、ちょっと別途でお願いしたいですね。本当申し訳ないんですけども、で、まあ、先ほど申し上げた整備を含めて、その中で例えばですね、ホースが、割れてるとか、ワイヤーの置きが渋いとか、まあ、そういうのがあれば全部うちの方でやっておきますので、一応まあ店頭乗り出しであれば支払い総額以上の金額はかからないです。はい、ですよね社長、よろしいですか。はい、社長もの許可も出てますので、はい、おいで、よし、おいでよしよし。まあ、今日初めてうちの動画をご覧になる方もいらっしゃると思うんですけど、ホワイトベースと言います。武蔵村山で、バイク屋を営んでいるんですけども、代表取締役は私じゃないんですね。こちらの夏でも毛皮のナイスガイが代表取締役で、私はただの店長なんですけども、はいね、よし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 、毛がすごい。
というわけでお店にぜひいらっしゃってください。あの犬嫌いな方は最初におっしゃっていただければですね、どっかにやっときますんでね。はい、というわけで、ホンダの、はい、おそり、おそり、はい、はい、ホンダ、GB250 クラブマンですね、この機会にぜひどうぞよろしくお願いします。